プリプリの身が自慢。生はもちろん、火を通してパエリアの具材にしてもその食感は損なわれません。余市町の新たなブランド牡蠣、その名も余市牡蠣です。来月の初出荷を前に今日お披露目されました。さあ、そのお味は。身はぎっしり詰まっていて、噛めば噛むほど口の中に甘みが広がります。美味しいです。余市町といえば道内指折りのワインの町。余市牡蠣はワインとの相性も抜群。訪れた人は牡蠣とワインを一緒に楽しみました。これも余市牡蠣の魅力です。ワインも今すごく盛り上がっているので、それにマリアージュするものとして一緒に盛り上がっていってほしいなと思ってます。この牡蠣の最大の特徴は特有の臭みがないこと。そのわけは養殖に使うこちらのカゴにあります。バスケットで作る、市場でいうとちょっと高級な、すごく美味しい牡蠣。漁業が盛んな余市町。しかし近年は不良や後継者不足に悩み、現状を打開しようと目をつけたのが牡蠣の養殖でした。従来は牡蠣がついたロープを海中に吊るす方法で養殖していましたが、日の当たり具合に差が出て牡蠣の大きさがバラバラになるなど課題がありました。そこで始めたのがバスケット養殖と言われる方法です。牡蠣をカゴに入れて海面ギリギリに吊るします。そのためカゴの中で牡蠣が揺れてぶつかり、臭みの原因である付着物を取り除くことができるのです。従来の方法で育てた牡蠣と比べると小ぶりですが、殻がきれい、一目瞭然です。漁協を中心に6年かけてブランド化。取る漁業から育てる漁業へ、町の新たな起爆剤として期待しています。地方っていうのは産業が難しいという需要がありますので、これを起爆剤に地域の産業も盛り上がっていっていただけたらなというふうに思っています。地元産業の未来が託された新たな特産品余市牡蠣は来月10日に初出荷され、町の飲食店などで提供される予定です。